そうでしたね、レアップシュートを落としてるんでね、先ほどの古川、そして安藤、中に入ってきました、ザック、来ますね、ザックのダンク、こういう機動力もあるんでね、まだその完全復調といった形ではないのかもしれない、このコブスです。カーク、距離のあるミドルシュート決めていきました。安藤、藤永、中に入ってサイズ、バスケットカウント、決め切りました、セバスチャン・サイズ、ね、今のまだ最後しっかりとゴールねじ込んでいきました。この一つの前作を見ると先ほど3000得点を達成しているサイズ、安藤が最後はカークへのパスですが、カークのダンクが炸裂、次は自分が行ったらやっぱり飛べなかったですね、やっぱ秋田はね、さあキッドのスリーポイント、ね、はい、初めてですねこれ秋田、今日最初のスリーポイントが決まりました。ザックがこの位置、中に入ってきました、ザック、エンドワンです。フレックスカットを入れた後のスクリーンが入ってカットが良かったですね、この後カットなんですよ、これフルカーのスクリーンをもらうんですよね、はい、これに対応効かなかったですね。でザック・バランスキーが今日3つ目、ここで一度下がります。それともう一つコベセ、ロングツー沈めてきます。こういうようにちょっと後にましたか、フリースの後でまさに世界レベルの選手によるこれ、ね、マッチアップが続いています。ここです、さあ止めていった、最後のファイズの強さが勝りました。激しくディフェンスに行くの長谷川です。16番伊藤隆、サイズが叩き込んできた上から叩き込みましたね、これもすごかったですよ。そしてサイズです、はい、これ行った瞬間にこの角度からよく届きますねというザックの上からですからね、離れながらでしたよねさあこの安藤からカーク開いてきてバランスキーのスリーポイント、クラッチシューターバランスキー、 Bリーグということになっています。岡本前が少し空いたジャンパー、しっかりエルボーの位置から決めてきました。これで20点差です。そのハンター、それから中にはザックも控えますが、その外からのコブスのスリーポイント、その吉井振り向きざまにシュート、お、パスのような形になって決め切りました、平岩、そしてこの盛り上がりです。シュート決めていきたいところ、カークのブロック、バンジケース、83対52、アルバルク東京が